串崎城は山口県下関市長府宮崎町にあった日本の城。串崎城とも表記され、小山城、長府城、長府陣屋とも称する。串崎城は関門海峡を望む要衝として、巣尾灘に突き出した半島の高台に築かれた城。現在は関県大公園として整備されているが、当時の城域は、 公園よりさらに北側の豊か神社に至るまでであったと考えられる。当時の城郭図鑑によると松崎口、浜の坂口、三軒屋口に矢倉があり、串崎城市の石碑が建てられている付近が松崎口の跡と見られている。なお、串崎の名は鎌倉時代の原稿で打ち取った敵兵の首をこの海岸に埋めたことから神戸崎が点火したものだと言われている。また、 周辺の丘陵部に、お嬢山や、爪の丸などの地名が残っており、現在、石剣台となっているのは、城の本丸が、お嬢山とされる。天行三年に、藤原住友の配下、稲村平六景家がこの地に寄ったとも伝えられているが、詳細は不明である。戦国時代に、大内氏の重臣、内藤隆春が築城し、温古式によると、永禄十二年9月に、 内藤氏家臣の勝又森永を常磐として置いている。慶長5年の関ヶ原の戦いで、毛利氏は傍聴に州に原報されたため、山口城に居を構えていた毛利秀元が市販の長府藩の居城として改修しを山城と称した。しかし、現長年に江戸幕府の定めた一国一条例によって取り壊され、隣接地に館を置いた。 幕末の外国船との戦いに備えて築いた、勝山御殿に移るまでの約250年、長府藩の成長であり、藩主の館であった。幕末には、上位のために、串崎城跡も、砲台とされ、東側から海峡に入ってくる外国船を一番、早く発見する役割を果たした。新中砲三門と気砲四門が配備されていたが、 四国艦隊下関砲撃事件の急戦協定が結ばれた翌日の源氏元年8月9日、戦利品として持ち去られた。原村石垣と上関非原村石垣石圏外公園から住宅地にかけて石垣の一部が原村しているほか、公園内には復元した石垣、天守台も整備されている。また、館跡地は、 山口県立豊浦高等学校の敷地となっている。豊浦高校の南東側に無料駐車場がある。その他、下関市立調布博物館には、破却時に取り外された大鬼瓦が展示されている。ありがとうございます。